本日女性活躍加速のための重点方針2017を決定しました。次のステップは全国で自発的な取り組みが進み、良い結果が生まれ、さらに女性活躍が進むという好循環を作り出すことです。このため女性活躍に関する情報を徹底して見える化し、労働市場や資本市場で活用されるようにしていきます。働き方改革や男性による育児休業取得を促進し、男性の暮らし方意識の改革をさらに進めます。乳児用液体ミルクの普及に向けて取り組みます。保育の受け皿確保のため、子育て安心プランに基づき安定的な財源を確保しつつ、待児児童解消等の施策を推進します。先般取りまとめたいわゆるアダルトビデオ出演強要問題、 JK ビジネス問題等に関する今後の対策を着実に実行します。結婚後も仕事で旧姓を使い続ける方々の便利のため、パスポートにおいて届け出により旧姓を併記できるよう手続きを簡素化します。各閣僚はこの重点方針に基づき女性の活躍を後押しする政策を具体化し実行してください。